住田ただを4月から1985年7月24日は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機操縦者で、エースパイロット。最終階級は順位。1916年4月、岐阜県郡上郡や幡町に生まれる。1937年、不評を二等兵として陸軍に招集され、第二次上海事変、南京攻略戦に参加した。 中止戦線の王さんに駐留中、実刑が戦死したとの不法を知り、自身も飛行兵を死亡して、1941年1月に熊谷陸軍飛行学校へ入校した。新田、横芝、厚木、名取の各文教書で操縦教育を受けた後、同年11月に第86機科士官操縦学生の家庭を修了して戦闘機操縦者となった。 そして、帝都防空を任務とする飛行百144戦隊第二中隊に配属されて、調布飛行場に着任した。1942年4月15日付で飛行百144戦隊は、飛行第244戦隊に解消され、1943年6月から12月に、かけ、機材を97式戦闘機から3式戦闘機に、機種改変し、 練習教育を受けた。1944年11月、マリアナ諸島から B-29 重爆撃機が来襲するように、ナルト迎撃戦に出動。12月3日の昼間迎撃戦で B-29 を一機撃墜して、発戦火を挙げた。その直後、隅総長は中部地区防空担当の飛行第56戦隊へ、転属となり、 兵庫県の伊丹飛行場から阪神、中京地区の迎撃戦に、毎時出撃した。12月22日の中京地区迎撃戦では、変態戦により B-29.1 機撃墜、1機撃破の、戦火を上げた。1945年3月13日の、大阪大空襲では、夜間迎撃に反復出動し、大火災の市街地上空に、 低空で侵入する B-29 に対して、単焦燈が補足した目標に短期で果敢に攻撃を加え、4期撃墜、3期撃破という大戦果を挙げた。しかし、2度目の出撃時から天候が悪化し、公演によって目標の死人も困難になったため基とについたが、燃料切れとなり、落下した効果、その際に尾翼で肩を打って負傷し、3ヶ月間入院した。 住のこの優先に対し、第11飛行士団長、北島熊男中将の上進により、第15方面軍司令官、河辺昭三大将から3月21日付で、生存者としては異例の個人勘定が授けられ、さらに6月21日付で陸軍武功機賞が授与された。負傷回復後、空戦場に復帰して前戦出動し、終戦までの総合戦果は、 二2 9撃墜5期、撃機廃4機のほか、P-51 戦闘機1機撃墜を記録している。累計飛行時間は2090時間。1985年7月24日死去。ありがとうございます。